山を長年登っていると多くの人たちと出会うが、一風変わった人たちに出会うこともある。私は夏山が好きで、夏にまとめて有給を取って山小屋などを利用しながら一週間ほど泊まるのが恒例行事となっていた。その年も七合目にある山小屋に長期泊まることにして登山を始めた。その山小屋はかなり大きくて、林間学校などにもよく利用されるような立派なものだった。さすがにかなり老朽化してはいたが、設備は問題なく使用できるはずだった。早朝から登り始めて、お昼過ぎには山小屋に着く予定だった。天気は良く、順調に登山は進んでいったが、途中で10人ほどのグループと出くわした。そのグループは大人2人、小学生の男女8人ほどであった。夏休みなので、山ではよくある光景だが、なんとなく雰囲気がおかしかったので、強く印象に残った。そのグループは異常に軽装で、まるで近所に散歩でも行くような格好だった。2、3合目なら遠足で来た小学生たちがハイキングのようなことをしていることはあるが、ここは6合目。大人でも厳しい場所だった。しかもそのグループには子供がたくさんいるにもかかわらず、活気がなくどんよりとした雰囲気があった。僕はそのグループを追い越して山小屋へと急いだ。山小屋に着くと少しほっとしたが、さすがに古びていて、悪い意味でいい雰囲気を出していた。このような無人の山小屋は、1ヶ月ほど使われなくなると、もう山のものとなってしまう。いろんな生き物が入っていた痕跡や、虫や落ち葉などが入り込んでいる。野宿するよりはマシだなと思って、設備のチェックを始めた。ほとんどの設備は使える状態だったので、ひとまず安堵した。そこで夕飯は外で焚き火をしながら飯盒でご飯を炊いて、簡単な男料理を済ませた。日はもう落ち始め、夕闇が広がりだし、やがて綺麗な星空が頭上を覆った。いい夜だなぁ、と思いながら、明日の朝早くから釣りをする計画があったので、8時には寝袋で寝始めた。そこは2階の奥の部屋で、夜空が綺麗に見えた。少しうとうとしだすと、物音が聞こえてきた。ドアを開ける音、そして何人かが山小屋に入ってくる音だった。時計を見ると夜10時。こんな時間に入ってくるのはどんな連中だ？トラブルでもあったのか？と思いながら音に耳を澄ませた。どうやら1階を歩き回っているようだった。不思議なことに話し声は聞こえず、ただただ足音と扉を開け閉めする音だけが聞こえてきた。少し不気味に感じたが、疲れもあって寝てしまった。だけど少しして僕ははっと目が覚めた。足音だ。その足音は
階段を登っている音のようだった。しかも一人ではなく数人いるのがわかる。僕は冷や汗をかき始めた。半径10キロは僕しかいないはずの山奥の山小屋で、見ず知らずの人間たちが近づいてきている。まあただの登山者だろうから、この部屋を開けてきたら一言挨拶しておけば問題ないだろう、と僕は自分に言い聞かせた。そしてその足音はさっきと同じように2階をうろうろし始めた。何か探してるのか、寝る場所でも探してるんだろうか。やはり何も声は聞こえない。無言で数人で何かやってるんだ。不気味だった。すると足音が近づいてきた。僕のいる部屋の前に来たようだ。そこで僕は勇気を振り絞って声をかけた。どうもこの山小屋に泊まってるものです。よろしく。すると足音が一斉に止まった。少し経つとまた足音が聞こえ出した。なんと僕の部屋の前にみんなが集まってきている。こいつら何が目的なんだ、気持ち悪い。何の用だ、と僕は少し語気を強めて言った。何の返答もない。何の動きもない。さすがに幽霊なんてのは信じてない僕でも、得体の知れない恐怖を感じ始めた。その状態で10分が経過した。僕は寝袋から出て何かあった時のために備えていたが、何も動きはない。僕は扉へ近づいていった。相手の何か音が聞こえるかと耳を澄ました。かすかに聞こえる。何かを囁いている。何を言ってるのかはわからないが、確かに話してる。数分後、奴らは動き始めた。ぎし、ぎし、ぎし、ぎし。僕の部屋の前から離れていってるようだった。そして階段を降りていくのもわかった。よーく耳を澄ませていると、山小屋から出ていく様子もわかった。僕は部屋の窓から外を見て愕然とした。そこに見えたのは子供のようなシルエット。暗いのではっきりは見えないが、全員が大人の身長の半分くらいだった。そいつらは夜の山へ消えていった。僕は一晩中眠れず朝を待っていた。寝たらまた奴らが来る気がしたからだ。もちろんこんな山小屋で数日泊まる計画は完全に捨て去り、僕は日の出とともに下山した。これ以来無人の山小屋で泊まるのをやめた。ゴールデンウィーク、長男と登山に出かけた。長男も4歳になったし、行けるだろうと思って、気楽なハイキングをすることにした。天気も良かったし、絶好のハイキング日和だった。駅から2人でゆっくりと登り始めた。こういうのもたまにはいいなぁと思いつつ、山道へ入っていくと、前からハイキング姿の綺麗な女性が下ってきた。
僕が、こんにちは、と言うと、向こうも笑顔で返してくれた。息子が、知ってる人？と無邪気に聞いてきたので、山ではこうするもんなんだ、と教えた。すると、その時通り過ぎていた女性が、ものすごい勢いで僕を抜かしていたかと思うと、息子に駆け寄り、ガシッと抱き上げて山道を走り出した。息子は何が起こったのかわからず、父ちゃん！と叫んだが、女はものすごい勢いで山道を登っていった。僕は直感でやばいと思ってすぐさま追いかけた。しかし、日頃の運動不足がたたってか、足がなかなか思うように動かない。女はすごい勢いで登っていく。息子が泣き顔になるのがわかった。ここで息子を見失うと、もう一生会えないんじゃないかと思って、死ぬ気で息子を取り返そうと思い走り続けた。女は何か叫んでいた。叫んでいるのはわかるんだけど、それが何か意味のある言葉だったのかどうか、その時の僕にはわからなかった。息子は完全に泣いている。僕は胸が締め付けられる思いだった。しかし、人間必死になると何とかなるもので、手を伸ばせば息子に届くところまで来た。女が振り返って距離を確かめてきたが、僕がすぐそこにいるのがわかるとスピードを上げようとした。ここで引き離されると二度と追いつけないとわかったので、僕は全身をバネにして思いっきりタックルした。これくらいなら長男も軽傷で済むはずだと考えた上でのことだ。結果、そのタックルは成功した。女は前のめりに倒れて、息子は少し前へと放り出された。僕はすかさず女の上にマウントポジションを取ると、髪の毛をつかみ上げて、どういうつもりだと言おうとした。だが声が出ず、声の代わりに女の顔面に嘔吐してしまった。女は悲鳴を上げて叫んで暴れ回ったが後の祭りだ。僕はすべてをぶちまけると女を離して息子に駆け寄った。僕の様子を見ていた息子は泣き止んで大丈夫？と聞いてきた。僕は笑顔で大丈夫だと答えた。もう一度女に近づくと、女も思いっきり吐いていた。近寄るのも嫌だったけど、なんとか女に、どういうつもりだ、と言葉を投げると、女が言った。挨拶、しなかったから。え？挨拶しなかったから、お仕置きしようと思って。僕は度肝を抜かれた。長男が登山中、こんにちはと言わなかったから、折檻するつもりだったと言うんだ。しかし、これはやりすぎだ、と言うと、あなたもやりすぎよ、と逆ギレされたので、僕はカッとなって、土砂物まみれの顔に、ビンタを一発くらわした。女はわっと泣きながら山を降りていった。その時僕は見てしまった。彼女の背中の首元に、この人物は皆様にご迷惑をおかけするかもしれません。もし何かあった時は下記までご連絡願います。そんな文言とともに電話番号が記載された
張り紙のようなものがしてあった。その連絡先に電話をしようと思ったけど、やめた。長男に、怖くなかったか？ごめんな、と言うと、父ちゃんが来たから怖くなかった、と答えた。僕は長男を抱きしめて、二人で山を降り始めた。